デイリービル編集長の山根です。白川さん、よろしくお願いします。9回目のヒルトークをやっていきたいんですが、はい、先週は丸善丸の内本店さんで、はい、ルックコン、うん、初めてのライブ配信を、ね、やりましたが、いかがですか？人が結構いらしていただいて、うん、それはちょっと楽しかったですね。普段こう誰もいないところで喋っているので、はい、人がたくさんいるというのはちょっと面白い体験でした、うん、いかがでしたか？やっぱりね、若干緊張もしましたけども、意外にこう人が見てる方が私は饒舌になるのかなと自己分析しましたね。なるほどね。なんか喋らないといけないのかなという。山根ファンの妙齢の女性たちがいっぱい来てらっしゃってね、さすがの人気ぶりでした。結構若い方も男女問わずいらっしゃったので、若い方もいらっしゃった、嬉しかったですね。そうですね。だからこれからもやっぱりコロナがね一段落して、はい、こういうリアルイベントをねどんどん開催できれば、うんうん、こうね、視聴者の方とのコミュニケーションをね、そうですね、やりたいなと思うわけですが、はい、早速やってまいりましょう今日は、はい。保険証24年秋にマイナンバーカードと一体化、政府発表ということで、まあ、これマイナンバーカード話題になってますね、はい。河野太郎デジタル大臣は、13日現行の健康保険証2024年秋をめどに廃止すると発表したと、うん、でマイナンバーカードと一体にしたマイナ保険証に切り替える、医療分野のデジタル化を急ぎ、マイナンバー制度の利便性を高めるということなんですが、はい、まあ、これ自体は悪くいいことではないと思うんですよね。もちろんそうですね。あのマイナンバーっていうのは、はい、もうすでに国民一人一人に全員に振られているんですよね、あとそれに関してカードを取るかどうかっていうところなんですが、うん、これはまあ取った方がいいというのは間違いないんですよ、というのが、まあ、その一人一人にとってはね、ちょっと、個人情報が漏れてリスクがあるなっていう不安はあると思うんですよ。それは最初にちょっと、この番号が漏れると紐付けしたものが全部バレちゃうから大変なことになるってすごく脅したんですよね、でもまあそれは役所がちゃんとセキュリティしてるかどうかって話であって、そのカードを落としたから情報が全部漏れるとかそういう話ではないんですよね、決してね、役所の問題なんですよ、だからこれ保険証と紐付けるっていうことによってなんかリスクが上がるとかってことではないんですね、はいはい。で、なんで保険証と紐付けるかというと、これはもう間違いなくなりすましっているじゃないですか、で、あるいはですね、あのいろんな病院に、行ってるんだけどそれの把握ができないとかですね、いろんな弊害があるわけですよ。一番その怖いっていうのかな、その税金の無駄っていうのは、人の保険証で、医療を受けても、それって降りるわけですよね、負担が一部で済んじゃうわけなんですよ。だって写真ついてないから分かんないじゃないですか。で、年齢は書いてあるけどもちょっと老けて見えるとか若く見えるって言い張っちゃったらもうそれはどうしようもないじゃないですか、で、こういうのは防げるってことなんですね、つまり不正が相当防げるようになるんですよ、マイナンバーとこれくっつけることによって。で、これに反対してるのが共産党じゃないですか。だからね、なんかこう噂によると、そう、生活保護のね不正受給であるとか、そういう税金関係のね、ものとかね、そういうものの不正みたいなものが全部こうバレちゃうからダメなのかなとかいう意見とか、あの驚いたのが、これ共産党界隈の方がこれ徴兵制につながるって言ってるんですよ。この国民総背番号制がね、これ徴兵制するときにこれは便利だと。だからもう番号は振られてるんだから今更そんなこと言ったってどうしようもないですよ、で、問題はね、このマイナンバーカードって要するに何のためかっていうと、脱税と、ハイノリっていうのかな、なりすましの防止なんですよ、で、日本ってその脱税によって相当の税金を取り逃してるわけですよ。それは数兆円と言われてる額、つまり、例えばほら、消費税を 1% 上げると 5兆円ぐらい増えるとか言うじゃないですか、あれ以上の収入増になるんですよ、歳出が上がるんですよ。つまりそれぐらい脱税されてるんですね、ところがマイナンバーとその税金っていうのをリンクさせるとこれがほぼできなくなるんですね、そうすると一番反対してるのは誰かっていうのがもう浮かび上がってくるわけですよ、脱税している連中、なりすましている連中、あとはその保険証とマイナンバーがくっつくということによって医療現場は結構てんてこまいするので、医療現場の人は本当に困ってるでしょうね、なんでこんな時期にこんなことするんだと、ただでさえ忙しいのにっていう、気持ちはあるでしょう。ただですね、河野
太郎大臣 の, このスタンドプレーも一部で指摘されまして、はい、この牧原秀樹衆議院議員、これ自民党の方なんですけどね、はい、こうツイートしてまして、健康保険証の廃止の話は全く聞いていませんでしたと、はい、河野太郎大臣のご判断だと思われます、プロセスは丁寧にする必要があると思いますと、はい、あちょっとチクッとね、はい、やっているわけですけれども、これ、はい、あのイージス・アシュアの時も、うん、あの防衛大臣としてこう、まあ、独断で決めてしまったっていうのがあって、ね、はい、まあ、このマイナンバーカード自体は悪くない話ですけども、はい、やっぱこう河野さんらしいなと。そうですね、良くも悪くも結局ね、河野さんだから反対してるって人って結構いるんですよね、うん、なんだかんだとね。河野太郎という人は要するに TikTok で、マイナンバーカードをこう PR するということを許可した人だから、うん、まあ微中派親中派だろうっていう疑いがあるわけですよね、でその人がマイナンバーカードを推進してると、じゃあ何か企んでんじゃないかって思うのはもう当然ですよ、うん、だからもうこれは河野さんの己の不徳の致すところなんですよね、この反対の声っていうのはね、ただあのにその日本全体にとってはあの悪いことではないです、非常にメリットがたくさんあるので、これは私は進めるべきだと思ってます。で、親中美中の河野太郎さんとは真逆の安倍さんのね、はい、話を、これ面白い話をね、この元大王製紙会長の井川元隆さんがね、はいはい、現代ビジネスで明かしています。この井川さんといえば白川さんのツイートも、はい、確かリツイートしてくれていたり、かなり前ですね、はい、リツイートしていただいたことあります。もしかしたらこのチャンネルもご覧になっているのかもしれない、どうだろうな、はい、ということでね、はい、まあ、あのデイリービルファミリーだと私は思っていますが、そうなんだ、はい、で、まあ、いろんなこの井川さんはお父さんの代からこの安倍さんと非常にこう交流があったそう で、そうです、ね、例えば4月4日、亡くなるその3ヶ月前ですね、西麻布で安倍さんと会食をさせていただいた時、岸田総理の話になりました。で、岸田さんはどうなんでしょうかと尋ねると、安倍さんはこう言ったんですと、で、岸田さんは私と同期なんです、で、議員同士で同期会を定期的にやると、で、みんな政治家なので、我が我がと自分ばかり話そうとするんですが、岸田さんはその中でもずっと黙っていらっしゃいますと、で、聞く力を持っている人だなと思いましたと、うん、まあまあこれも岸田さんらしいエピソードっちゃなるほど、ね、やっぱり飲みの場でも、でもよくあの人主語と言われるじゃないですか、はい、永田町一の主語なのに、やっぱ飲みの席でもやっぱり喋らないんだなと、喋らないんですね、画を出さずただ聞いているだけというね、なるほどね、とかですね、はい、このハニートラップに関しても面白いエピソードがあって、小泉さん、小泉政権時代に小泉さんと、安倍さんが、訪中したと、はい、したら、そのホテルの部屋に通されて、小泉さんの部屋には中国美女がずらっと並んでいたと、で、安倍さんが部屋に入ると待っていたのはアイドルのようなイケメン男子たち、まあ、ジャニーズ系なんでしょうかね。で、安倍さんはこう今までで、まあ、中国どこの国でもやっぱ女性のハニートラップみたいな誘いを全部断ってきたんで、はい、あ、もしかしてそっちっていう、なるほど、ね、思われていたという、これは恐ろしいけどちょっと笑えるエピソードそうですね、なんですが、これって都市伝説ように言われてましたよね、安倍さんが部屋に帰ると美少年が待っていたっていうのはね、はい、あのこれってもう安倍さんはあのハニートラップにかからないように非常にこう細心の注意を払っていたということなんですが、こうやって珍しいことらしくて、自民党の人間はほぼ引っかかってんじゃないかっていうね、特に中国に渡った人たちですよね、はい、うん、ということです。で、まあ、ここでは小泉あの純一郎さんが出てきますけれど、もっとベタベタな人はね、いますよね。あのその議員がハニートラップに引っかかってるかどうかを判断する基準として、はい、外遊に奥さん家族を連れていくかどうか、なるほど、ね、で、安倍さんは外遊好きなんですよ、うん、なぜならこれ昭恵夫人と一緒にいられるからっていう、なるほど、普段日本にいる時よりも海外にいる方が昭恵さんとの時間が長い、なるほど、これまさに愛妻家の安倍さんのエピソードですけど、はい、ただあれ林芳正さんとかって中国に何回行ったとかいう話ありますけど、あの時果たして奥さんがいたのかどうか、ね、いや、いないでしょう、それはね、多分いないでしょうね、石破さんとかもどうですかね、どうなんでしょうね、はい、だからこれって あと経団連の人たちもちょっと怪しいですよね、はい、うん、なんか中国行きがち、50周年盛り上げがちっていうね、うん、あと一番こう怪しいのは、はい、大阪の某政党ですかね、やたらと中国に行く人たちね、うんうん、どことは言いませんけど、うんうん、これちょっと特定されないと思うんですが、うんうん、中国と親しい某政党があるんですが、そこなんかもちょっと怪しいですよね、はい、なんかこの戦後ちょっと高度経済成長期にこの日本 の, このおじさんサラリーマンの方たちがこう、はい、東南アジアの方に行ってね、うん、なんかそういう あれじゃないですか、はいはい、ああいうのみたいでね、すごいね、
みっともない、うん、みっともないですね、その経団連の、ね、方々は、ね、中国になんかそういうのを楽しみに行ってんじゃないかみたいなね、うん、はい、そうですね、うん、もうこの中国 の、 その美女接待というのは有名なので、もうみんな控えてほしいですよね、そろそろね、うん、もう男一人で行ったと、もうその時点でおいおいおいっていうね、もうみんな分かってるんだからもうやめましょう、うん、こういうのね、うん、はい、分かっててもじゃないですか、でもこれは男の差がというかね、うん、まあそれも分からんでもないんだけど、政治家だともうとんでもない秘密握られるからダメですよそれ、うん、ええ、うん、もうあれですから、スマホの充電した時点で全部抜かれてますから、ええ、中国行っちゃうと、ええ、うん、もう細心の注意を払って本当気をつけないとダメですよ、我々はもう中国に多分入国できない、いや、それ拘束されるでしょ私たちとか行ったら、うん、ああ、なんかやれると思いますよ、うん、ああ、このハニートラップに関しては、はい、そのこれ高橋洋一さんが、ね、おっしゃってたんですけど、高橋洋一さんもその財務省官僚時代に訪中した時、うん、薬師丸ひろ子が、うん、に似た美女がなんか来たんですって、で高橋さんは、はい、当時だからまだそんな別にメディアに出てもないですし、ただ同僚とか周りの人には薬師丸ひろ子が好きなんだっておっしゃってたらしいんですよ、なるほどね、でも二重の驚きがあって、中国そこまで周到に用意してんのかっていうのと、あれ高橋洋一さん、あの感じで薬師丸ひろ子好きなんだっていうね、ちょっと意外でしたね、そうあの感じで、あの感じというか、なんか高橋さんってそういうイメージないじゃないですか、そのあんまりこうちょっとピンとこないですね、この女性のね、あ、うん、そうですね、ああいうタイプが好きなんですね、うんうん、なるほど、という、だからもしかしたら、はい、白川さんはね、はい、そういう好みの、ああ言っといたらいいかな、中森明菜、中森明菜中森明菜別にはその外見が好きとか言うじゃないからね、それはね、山田さんは言っといた方がいいんじゃないですか、来るかもしれない、私は財前直美ですね、財前直美、はい、はい、よろしくお願いします、お願いします、なんだそれはい、次、ファーストリテイリング決算最終利益が過去最高、円安で膨らむと、はい、でユニクロを展開するファーストリテイリング、今年8月までの1年間の決算が円安で利益が大きく膨らみ、最終的な利益が過去最高となったと、うんうん、でファーストリテイリングの今年8月までのグループ全体の決算は売上が2兆3000億円で、前年より 7.9% 増加と、でこのうち主力のユニクロ事業は国内では売れ筋の定番商品の欠品などの影響で 3% 減少したものの、海外では欧米や東南アジアでコロナ禍からの回復によって 20% 増加しましたと、すごいね、はい、で一方円安による、為替、差益として、1100億円、余りを計上した結果、最終的な利益は2733億円、アパレルで2733億の利益すごいですね、うん、はい、でね、これ利益、上げて、はい、まあまあまあね、ウハウハはいいんですが、この問題はこの、はい、柳井さんがこの円安批判してるじゃないですか、うん、悪い円安だと言ってる割に自分は儲けてですよね、うんうん、でこれ最後に、はい、零細企業の方でもサラリーマンの方でも企業経営の方でもこの円安でメリットを感じてる人の声が聞こえてこないと、はい、むしろデメリットで経済は本当にひどいって、なんかねこの人は本当政治的な発言するんですね、うん、こういうふうにね、はい、うん、中国には何にも言わないくせに日本国内に関しては本当政府批判すごくするんですよね、うん、でまあはっきり言っちゃうと柳井さんは、中国政府と外仲がいいですよ、うんうん、だからこそ優遇して中国で相当こう、条件のいい状態で物が作れるわけじゃないですか、うん、そうすると円安ってメリットないんですよね、うん、中国で作っているから、うん、だから批判するんだよね、うん、つまり、ユニクロを日本国内で作ればいいじゃんっていうのが円安じゃないですか、はい、彼もできないんですよ、うん、もう中国コミットしてるから、うん、だからこの愚痴があるわけですよね、うん、でもこれ一般化しちゃダメですよ、日本国内で作ってる製造業は円安によって輸出がどんどん増やせて利益を、ね、重ねられるわけじゃないですか、うん、だから製造業一般で円安がダメだっていうことはこれ言えないんですよね、うん、で、国益的に言えば外にあった製造拠点を日本国内に持ち込めるということで、こういう経済安全保障上プラスですよね、うん、そうすると円安がダメだって言ってるのこれ反政府的発言ってことなんですよ、うん、だから柳井さんというのも明らかに中国の立場で、これ言ってるんですよね、うん、だから経済人でありながら政治的発言してるんですよね、明らかに、ね、これだって小学生中学生でもこれ分かることじゃないですか、うん、円安で
メリットを感じる人は製造業でもほとんどいないっていうのが嘘だということは、うんうん、実際今トヨタとかね、うん、あっちの製造業の方は過去最高利益を上げてるわけで、うん、なんでこんな嘘をつくのってなったら結局反政府とか、まあ、ポジショントークですよね、うん、これ、うん、で韓国なんかほらあのノージャパン運動とかやってる時に何にも言ってないでしょ、この人、うんうん、批判しなきゃダメですよね、うん、ユニクロだって相当あれはあの被害を負ったと思いますよ、うん、つまりなんかね韓国とか中国に甘いんだ面もすごく、うん、で政府にはガンガン文句言うっていうね、うん、なんかこういうタイプの、うん、経済人っていうのはどうかなと思いますよね、うん、はい、はい、続きまして、はい、これちょっと面白い IWC 数年内破産の恐れとで国際捕鯨委員会ですね、はい、IWC といえば、はい、の総会がスロベニアで始まったと、うん、で2019年に日本が脱退して以降対面形式での開催を始めてと、はい、捕鯨の規制についての議論は低調となりそうだが新たに財政状況が課題として浮上しているということで、うん、まあ、最大、その拠出国だったその日本が脱退しましたと、でさらにこう、はい、日本が脱退したことでなんかこのそれに続けと言わんばかりにこう、うん、加盟している国でもこう、はい、拠出金未納する国も続々と増えてきていると、うん、でも火の車というね、これもう身から出たサビですよね、ね、IWC のね、ざまあ見ろと言いたいですよこれは、うんうん、でクジラって一応日本文化の、うん、古来から始まっている文化じゃないですか、だから一応それは守ろうと、最低限は守らせてくれってことを言ってるのに、クジラは、はい、頭のいい動物だからかわいそうっていうところで、そういうあの欧米的価値観 ですよね、はい、でもアジア的価値観ではそうじゃないっていうところを認めないんだよね、はいはい、うん、これが最大の問題だったわけですよ、で最近の問題としてアニサキスっていうのが異常に増えてますよね、アニサキスの寄生虫ですね、寄生虫が、はい、あれってクジラが増えちゃったからなんですよね、うん、うん、だからいろいろこうマイナス面というのがあって、ある程度はこう取りながら、調査もしながら、この辺にたくさん分布してるからこの辺は取ってもいいだろうとか、うん、この辺は少ないからここは押さえとこうみたいなことをやりながら、増えすぎない減りすぎないってことをやらなきゃいけないのに、取っちゃいけないってことをやるわけですよ、これがおかしかったですね、うんうん、もうとにかく取っちゃダメと。そう、クジラっていうの食物連鎖の一番上にいるわけじゃないですか、だからクジラを捕食するのって、まあ、まあシャチとかね、それ例外を除いてほぼいないわけですよ、だからこれ取らないと、はい、人間が取らないと増える一方で、うん、はい、これミンククジラ、確か小松政幸さんとかが、はい、これ海のゴキブリって言ってるんですけど、ずっと増え続けて、それでそれが魚、まあ、イワシとかね、うんうん、このアジとかを捕食したら、うん、それでこう漁獲量が減っているところとかもあるんですよ ね、 あ、 そうですよね、そういう意味でもこれ生態系守るためにも捕鯨ってやらないとダメなんですよ。そうですね、だからこのね IWC ってなんかちょっと政治的団体になっちゃったから、これちゃんとねその中立的な団体としてやり直さないと、うん、もうこれ潰れますよね、ここはね。やっぱりね結局人種差別があって、はい、これ例えばエスキモーとかね、そっちの方のいわゆる白人通貨層、あとカナダとかね、そっちの方の先住民族は文化として、はいはい、捕鯨をずっとやってきたんで認めましょうって言ってるんですけど、やっぱ日本のね、はい、捕鯨文化っていうのは認めてないんですよ。なるほど、ね、それやっぱりこのシーシェパードとかもあれやっぱダブルスタンダードがあって、うんうん、こう日本人黄色人種に対するねこう差別がね、ありますね、あるんですよ。ありますね。日本はそもそもこうペリー来航、黒船来航っていうのも、はい、これクジラの鯨油ですか、マッコウクジラのこの頭の油を取るその補給地として、はい、開港を迫ったわけでね。でも彼らは肉も食わず、もうここだけパカって取って、あとは全部捨ててたわけですよね、うん、そういう残酷なことをしておきながら日本のね、うん、こういう日本は全て食べますから、皮から骨から何まで全部利用しますから ね、うん、そのあたりを、だから国際組織のこう悪いところがいっぱい出てるんですね、IWC ってね、うん、やっぱり欧米的価値観だけで国際組織を運営するというのの、うん、もう限界が来てるんですよね、うん、ということだと思います、うん、はい、なんかね、うん、私はねクジラは非常にこだわりというか、うん、小学校の時自由研究でクジラのこういう生態系をやったぐらいで、あ、そうなんだ、でもっと捕鯨をね、はい、やらなきゃ生態系崩れるぞっていう研究をやってたんでね、へ、思い入れが強いです。私はさすが高校からウイルを読んでた、わ、はい、かりました、
はい、クジラって最近でもスーパーでもごめんなさいね、はい、クジラの話、はい、スーパーでもなんか並んでるのを見る機会が増えましたね。たまにありますね、はいはいはい、なんか千葉で海に行ったら普通に魚屋さんでこう片隅に売ってあったりします、うん、すごい値段だけどね、安くはないけど、ね、あ、まあ、安くはないですね、うん、だから私よく行くクジラさんが神田にあるんですよ。へ、うん、じゃあ一緒に行きましょう。あ、分かりました。ぜひ。はい、美味しいですよ。はい、次、はい、立憲男性県議が女性とかジェンダーとかほざく連中ポンコツと暴言、神奈川県連で横行する深刻ハラスメントということで、まあ、その立憲民主党の神奈川県連所属の女性議員からこうハラスメントの告発が相次いでいると、はい、でまあいろいろマタハラ、パワハラ、セクハラで、今回はこの立憲神奈川県連に所属する、浦道健一県議というこの男性の県議がいまして、はい、でその方が水野素子さんっていう女性のこの候補者の方に、うん、女性だとかジェンダーだとかほざいている連中って気違いしかいないんですかねとかいう差別的な表現を使ってこき下ろしているという、これアエラ、アエラがね報じてるんですが、やっぱりこの先週も申し上げましたが、あの高市さんの、はい、あったじゃないですか、あの8割大陸発言の件で、うんうん、あの三重県議がね、なんかいらないことをよく分からないことをしてましたけど、うん、ああいう地方議員ってなんかこうなんでそれ言っちゃうのみたいな人が多い、ね、やっぱ与野党問わず。そうですね、やっぱりなんか古い世界なんですよね、うん、県議とか市議とかね、お山の大将ですからね、これちょっと論外だよね。こう人の質としてこの人は県議に選んじゃいけないんじゃないかなって思うんですけど、うん、でもこういう人が選ばれちゃうんだよね、うんだからこれに関してはもうその立憲民主党という党の問題とか、うん県議とか市議 その地方議員の問題以前にちょっとここのレベルっていうのは低いぞと、若い人ももっと入ってこないと、こういうレベルの人たちが、あなたたちの行政サービスを牛耳りますよっていうことですよね、うん、で若い人たちは政治に興味を持たないとこういう人が本当はびこるんですよ、うんうん、だからまあ、政治を志すってちょっと大変なんだけれども、働きながらでもちょっとこう、自分もなりたいっていうところは隠さないでね、ちょっと活動したらどうですか。で同じ神奈川県といえば、はい、小泉進次郎氏ですね、はい、小泉進次郎氏もこの番組の準々レギュラーぐらいになってますが、ね、はい、マックも導入の紙ストローに飲み物がまずく感じる大ブーイングと批判は小泉進次郎氏まで飛び人、うん、でマクドナルドが紙製ストローを導入したことがネットで話題になっていると、はい、この一番最初にこれ率先して導入したのが多分スターバックスだったと思うんですよ。はいはい、でも私まあスタバそんなに行かないんで分かんないですけど、うん、そうこのそうマックで紙製ストローこれめちゃくちゃ飲みにくくないですか。そうでしょうね。なんかね気持ち悪いんですよ。私ちょっとマックは行かないので分からないんですが、うん、ストローって一応なんて言うんだろう、最後まで飲み切るくらいは持たないといけないのに紙ストローって持たないらしいですね。そう、そうなんですよ。なんか若干溶けちゃうんですよね。それはまずくなりますよ、うん、私高校ぐらいに見た時のフランス映画で、うん、何の話かな、生意気シャルロットとかそういうやつかな、女の子が、うんオレンジジュースを飲むのにコップに口をつけるとお父さんに怒られるっていうシーンがあって、うん、だらしないとストローで飲みなさいっていうシーンがあって、うん、あストローって上品の象徴なんだみたいな時をこうちょっと思い出したんですけれども、うん、だから一応ストローも文化ではあるんですよね、はい、ストローで飲む飲まないっていうのもね、うん、でそれのプラスチックか紙かっていうところでこうなんで紙にしなきゃいけないんだろうね。いやもうだから SDGs と同じですよ、なんかやってる感じを出すっていうだけじゃないですか。だっておかしいのがあのスターバックスとかでも、あれ容器プラスチックじゃないですか、うん、カップが、うん、まずそっちをむしろ紙にしてくれよと。でマックはここ紙じゃないですか、うんうん、カップは、はい、まだマックは分かるんですけどスタバが本当にあれ何っていう、絶対こう表面積あのカップを紙にした方が、ね、あのオレンジジュースとかっていうのは、オレンジジュースないのか、うん、あのアイスコーヒーとかっていうのは確かにプラスチックですね、透明のね、ホットは、紙ですけど、うん、そう、あなるほどね、冷たいやつはね透明な、確かにそうだ、
だからそれも変えていくんじゃないですか、きっと、うん、あの意識高い系のねカフェですんで、うん、まあ、そもそもこうストローをプラスチックから紙にしたところで環境が良くなるのかっていう問題がね、もう大前提がまずあるわけですけど、うん、まあ、それはまあ今日はあえて置いといてなんですけどね、うん、そうで、ここのこのフラッシュの記事も、はい、話題のマックの紙ストロー初体験、やっぱりトイレットペーパーの芯みたい、あ、そう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 、これが私言いたかった、トイレットペーパーの芯みたいな、なるほどね、うん、うん、だからなんでこういう極端なことをするんだろうというのは確かに思いますよ、うん、ちょっとずつ減らしていけばいいじゃないですか、うん、それを法律でこうね、なんとかしようみたいなことをするから、私はこの人はちょっとどうかなと思うんだよね、うん、自分の価値観じゃないそれって、うん、でその価値観を広めてからやらないとダメですよ、こういうのって、うん、いきなりやったらね、この辺もやっぱり河野さんとちょっと似てんだよね、うん、強引っていうところね、自分の価値観でやっちゃうっていう、まあ一回いいでしょう、はい、レジ袋有料ももう慣れてきちゃいましたけど、はい、あれ本当にもう大失政というかね、大失策じゃないですか、あれで喜んでる人はいないだろうね、でしょう、特になんか効果あるわけでもないしね、なんか本当ね、この人西洋かぶれっていうのがぴったりなんでね、小泉進次郎ってね、はい、クリステルが裏で糸を引いてたりとかしないですか、はい、うん、まあそうなんでしょうきっと、うん、はい、なんかね、動物愛護のことやってらっしゃるじゃないですか奥さんが、うん、で自分も言い出すっていうね、もうやたらこう人に影響されやすい人ですよね、動物愛護ってことは、はい、じゃあこう IWC とかね、クジラ捕鯨にも反対してるんですかね、うん、クリステルはってことでしょきっとってことでしょ、本当ですか、いや多分そうだと思う、多分そうですよね、うん、だからビーガンっぽいですよね、あでも進次郎は肉は食べますって言ってましたけど、肉は多分毎日食べますって、でもクリステルはなんかビーガンっぽい雰囲気ありますよね、なんかありますね、うん、だってね、もうまあいいや進次郎は、うん、こんなところで、はい、こんなところで、はい、ということで、はい、いやもう本当ね今回はすごく今回はすごくこうちんまりしたこうニュースが多いんですが、はい、ウクライナの方は結構動いてきてるんですよね、それはなんだクリミア大橋が爆破されてからもう大攻勢をかけてるんだけど、うん、弾薬不足が始まっているので、ロシアは相当追い込まれてきてるというところで、これは他の方が多分かなり詳しく喋ってらっしゃると思うんですが、相当これはベトナム戦争に似てきて感じがするんですよ、アメリカ負けますよねベトナムにね、うんうん、で最後にねアメリカ結局あれだよね、毒ガスまくんだよね、うんうん、あれとちょっと核っていうのがちょっと重なるんだよね、うん、だからちょっと怖いなと思ってます、はい、ってことはまあベトナム戦争って言ったらもう10年ぐらい、まあ、長期化しましたけど、はい、ウクライナももう硬直化というか膠着状態で続いて、はい、だから何かしらの核なり、うん、大きなこうきっかけがないと、はい、打破できないっていうことですかね、難しくなってきましたよね、うんうん、ただそのプーチン氏は一応その選挙で選ばれた大統領なので、うん、民衆がの人心が離れたらやっぱり失脚はするんですよね、それは中国と違うので、はい、そうなると相当追い込まれるっていうことは間違いないですよ、うんうん、で弾薬不足もそうなんだけど、一番今ロシアを苦しめてるのは半導体不足なんですよね、中国から、半導体が、手に入るから戦争は続けられるというところだったのに、これアメリカと止めちゃったんですよ、うん、だから今もうしょうがないからっていうんで、うん、イランからとか北朝鮮とかっていうところをちょっと頼りにし始めて、もう末期的でしょそれって、うん、半導体不足でも中国が頼りにならないから、イランだって今止められてるからね、北朝鮮も制裁対象っていうね、うんうん、だからもうロシアは今打つ手がなくなりつつあるっていうことです、うん、はい、で中国がこれほどロシアに対して非協力的になるというのは私もちょっと計算外でした、うんうん、それは何でしょう、やっぱりさすがにロシアについたら肩入れしたらやばいぞっていう、そうですね、やっぱ国際社会の反応を見てるわけですか、つまり国内的にやっぱり孤立し始めたんでしょうね、はい、そのロシアと無限の友情というのを約束したがために、うん、中国までそのロシアに対する憎悪が向けられ始めたと、うん、ちょっとこれやばいぞということで切り離しに入ったってことですよね、うん、やっぱり無限の友情なんてなかったってことですよね、うんうん、
やっぱり習近平氏はもうとにかく3期を決めるというのが、はい、第一命題なので、ロシアはもう二の次三の次ということで、うん、平気できちゃったってことだと思います。なるほど、はい、で今あの中国共産党の、ね、党大会も開かれるということで、はい、まあ、ここで、まあでまあ、ほぼほぼ、まあ、規定路線で、まあ、もちろん3期目もそうですし、なんか2つの、はい、確率とかでしたっけ、うん、なんかがそれが党規約に明記されるとか ね、 そ う、 ですね、そういう話もありますけど、ついに個人崇拝を党規約に明記しそうなので、うん、もう中国は個人崇拝の国家になりつつあるということです、うん、はい、毛沢東時代が蘇ってきたということですよね、うんうん、だからまあこれは、悪いニュースでもあるけれども、経済的には相当中国というのはこれから起こっていくので、うん、その分では、まあ、いいニュースっていうとあれだけれども、中国が今後は昔みたいにこう、大威張りできないっていう感じが出てくるでしょうね、うんうん、それこそ習近平だから胡錦涛時代とかはまだ、はい、あの党綱要諧を守っていて爪を隠していたわけじゃないですか。それでこう経済成長をやりながらでもあんまりこう軍事的な野心を隠して で今気づいたとかだったら日本やばいですけど、うんうん、まあ、習近平みたいなああいう分かりやすい野心を隠さないリーダーで逆にありがたかった一面もありますね。まあ、まあそうですね、それはそうだと思います、はい、ただこれで、体制が崩れるかどうかというのは別問題で、うん、まあ、崩れはしないでしょうね、うんうん、これでいくんだと思います、ずっと、はい、ということで後半急に真面目な話になりました、はいはい、一応ほらね、国際情勢も言っとかないとということで、はいはい、ということで、はい、私が財前直美、はい、白川さんが中森明菜、うん、で一応あの、はい、これ中国当局もの関係者もご覧になっている可能性があるので一応、うん、分かる、言っといた方がいいんじゃないですか、はい、誰ですか、これかな、外見でって言うと難しくない？だって財前直美さんだって別に顔が好きっていうよりはあの雰囲気がいいんでしょ、まあ、あの雰囲気、うん、顔も好きですよ。あ、顔も好きなんだね、はい、分かりました、分かりました、はい、そうなんだ、白川さんあんまり教えてくれないですね、そういうあのね、顔の好みってないんですよ、うん、具体的に、うん、やっぱり全体総合点重視みたいな、さや、うん、さんでいいですか、さやさん、さやさんは美人ですよね、うんうん、声もいいしね、じゃあさやさん、毎月お会いしてますけどね、はい、ということで、さや、さんと、財前直美お待ちしております、はい、ありがとうございました。